はい、本日はインタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前からお願いいたします。 C です。では C さんはどのような悩みでご来院されましたか？何をやってもダイエットに失敗してリバウンドを繰り返していたことと、高血圧と診断されて高圧剤を飲む寸前のところで、これは自分を変えなければいけないと思い LINE しました。はい、ありがとうございます。実際にですね、ダイエット整体を受けてみて、その効果というのはいかがでしたか？糖質制限を含む健康食の知識を身につけることができ、食事をコントロールすることができるようになりました。さらに運動や生活習慣の指導をしていただいて改善することができました。そのおかげで約3ヶ月で10キロ減量することができました。悩みだった高血圧も血圧が安定し、薬を飲まずに済みました。はい、そうですね、実際にやっぱこちらに通っていただいて、その来ていただくたびにこう体重の変化落ちるというところがやっぱこう目に見えて実感していただけたと思いますし、高血圧っていうところがやっぱ何よりこう正常値に変わったっていうところが一番やっぱ大きなところであったのかなと思いますね。そうですね。はい、最後にですね、同じ体重が減らずにお困りの方へ一言お願いいたします。はい、リバウンド続きで自分ではどうすることもできなくなった方や、高血圧で悩まれている方、まずこちらでカウンセリングを受けていただいて、自分に合ったダイエット方法を実践することでリバウンドなしのダイエットができますので、ぜひ来てみてください。はい、素晴らしいコメントありがとうございます。ありがとうございました。本日はインタビューありがとうございました。